起点磯部駅北口基点により、北方向を望む。群馬県道213号磯部停車場、苗木山線は、群馬県安中市から、富岡市に至る、一般県道である。本県道は、安中市磯部の磯部駅から精神し、富岡市苗木町までを結ぶ路線である。まず、磯部駅北口から、磯部温泉の入り口ゲートを通過、温泉街を経由した後、 JR 新越本線とほぼ並行しながら走る。起点の磯部駅北口は、群馬県道194号歌磯部停車場線の終点かつ、群馬県道214号磯部停車場、上野尻線、群馬県道2 2 5号磯部停車場線の起点でもあり、本県道は、温泉街にてこれらの3路線と重複している。磯部駅周辺の群馬県道、 外略図主に駅周辺の群馬県道を表示、矢印は各県道の起点終点方向を表す。AB 磯部駅北口から70メートルほど北進した地点で本県道は西方向へ分岐、さらにそこから50メートルほど北進した磯部郵便局のある地点で県道194号、県道214号220号の3路線は東方向へ屈使接する。 昭和34年の路線認定当初の表記は、神田郡妙義町大和座妙義193番である。ありがとうございます。